ロシア国防次官を収賄容疑で逮捕。ショイグ国防相の右腕、エリート層の抗争激化か。モスクワの裁判所内で24日、ガラス張りの被告人席に立っているのは、ロシアのイワノフ国防次官だ。この前日、同次官は収賄容疑で勤務中に逮捕された。裁判所は、イワノフ次官が第三者と共謀し、国防省が発注した契約で多額の賄賂を受け取っていたと指摘。その上で、同次官を2ヶ月間拘留するよう命じた。2016年から現職を務めるイワノフ次官は、国防省で不動産管理、監視、建設などを担当していた。ウクライナ侵攻以来、ロシア国防省の支出は急増していた。次官の逮捕について同省はコメントしていない。ショイグ国防相の右腕とされるイワノフ次官の逮捕は、ロシアが2022年2月にウクライナへの全面侵攻を開始して以来、最も注目を集める汚職事件となった。大統領府によると、プーチン大統領とショイグ国防相は、事前に逮捕を知らされていた。イワノフ次官は、23日に開かれた国防省幹部の会議に出席していた。今回の事案は、ソ連崩壊後のロシア軍を悩ませてきた腐敗を取り締まるべく、エリート層内部の権力抗争が激しさを増しているとの憶測を招いている。ロシアのコメルサント紙によると、イワノフ氏は KGB の後継組織である連邦保安庁 FSB に逮捕された。プーチン大統領は先月、軍の調達における汚職を根絶するよう FSB に指示していたという。また、イワノフ次官は派手な暮らしぶりが指摘され、以前から調査報道の対象となっていた。ロシアの軍事ブロガーたちは、ウクライナ全面侵攻後の数日で過度に拡大したために一部地域から慌てて撤退したことを受けて、軍や国防省幹部の汚職や無能ぶりを非難している。イワノフ次官は有罪となれば15年の禁錮刑が科される可能性がある。米、ウクライナに長距離ミサイル供与、すでに実戦使用。米国はウクライナに対し最大射程300キロの地対地ミサイルエイタクムスをここ数週間で供与したと米政府当局者が24日明らかにした。ウクライナはこのミサイルを2度使用したという。当局者によると、この長距離ミサイルはバイデン大統領が3月12日に承認したウクライナへの3億ドルの軍事援助パッケージの中に含まれていた。ミサイルを何発供与したのかは明言しなかった。サリバン大統領補佐官、国家安全保障問題担当は記者会見で相当数をウクライナに供与したことを確認。さらに送ることになるだろうと述べた。サリバン氏は、ウクライナはこの長距離ミサイルをロシア国内ではなくウクライナ国内でのみ使用することを約束していると述べた。米は昨年9月、中距離のエイタクムスをウクライナに供与したが、長距離ミサイルを供与するかどうかは政権内で数ヶ月にわたって議論されていた。当初は反対意見が強かったが、ロシアの動きなどを踏まえ、バイデン氏が2月中旬、長距離ミサイルの供与にゴーサインを出した。ロシアの攻撃、これで3度目。壊されても壊されても再開諦めぬハリコフの天守。ウクライナ東部ハリコフでロシア軍に破壊されたバーの片付けをする店主のニカ・フラッカさん。2022年2月の侵攻開始以来攻撃を受けたのはこれで3度目だ。その度店を直して営業を続けてきた。ハリコフを離れるつもりはなく、時間はかかっても店をまた修繕するつもりだという。ここは私たちの場所で私たちの店だからと話した。
ロシア軍に破壊されたバーの片付けをするニカ・フラッカさん。被害はこれで3度目だ。バーはウクライナ東部ハリコフにある。知事によると、中心部の住宅3棟、オフィス2棟などが被害を受けた。バーの店主ニカ・フラッカさん。2022年2月の最初の攻撃後、私たちは戻ってきて全部修理した。店の名前まで変えた。窓が吹き飛んだので新しい窓を取り付けた。ところがまた1月2日に攻撃があり、窓がまた吹き飛んだ。それでも私たちは窓を覆っただけで営業を続けた。そして今日、また3度目が来た。昨日まではすべて順調だったのに。これで3対0だ。3対0。ここは私たちの場所で、私たちの店だから、私たちはここで働き、住み続け、壊れても全部修理する。でも今は片付けにどれだけ時間がかかるかわからない。絶対に頑張ってみせる。米国からの軍事支援待つウクライナ。ロシアは東部戦線で一段の前進。ウクライナ、キーウ、CNN。米国が相当量のウクライナ向け軍事支援引き渡しを準備する中、ウクライナ東部からの報告によれば、同国軍の戦場での命運は依然下降の一途をたどっている。ロシア軍が引き続きオチェレティネと呼ばれる村落に注力しているのは明白だ。ウクライナの監視グループディープステートは、ほぼ毎日ロシア軍が高地に沿って精進する模様を伝えている。この戦域はウクライナの防衛線にとって革新的に重要であり、ロシア軍の主要な標的となっている。同軍が2月に約16キロ離れた工業都市アウジーイウカを制圧して以降、そうした状況が続く。ディープステートが作成した最新の前線地図によれば、オチェレティネ中心部は鉄道駅を含めロシア軍の手に落ちている。またウクライナ軍はすぐ南に位置する別の村でも地方を失っていると、ウクライナ人の軍事ブロガーボーダン・ミロシュニコフが明らかにした。さらに隣接する2つの村に対してもロシア軍が攻勢をかけているのが確認できると複数の報告が示唆している。ディープステートによれば、オチェレティネからの稜線に沿った一段の精神は、ウクライナ軍の反撃で守備よく食い止められた。しかし、ウクライナ軍が米軍による軍事支援の一刻も早い到着を必要としているのは明白だという。ウクライナ軍東部方面司令部のある将校は、先週、CNN の取材に答え、ロシア軍がオチェレティネの制圧に成功すれば、3カ所の軍事拠点をつなぐウクライナ軍の重要な兵站ルートがロシア軍の砲撃を受ける状況になると示唆している。この将校は記事用の発言が認められていないとの理由から氏名の公表を控えるよう求めた。アメリカがウクライナ向け軍事支援パッケージ発表。防空システム強化。射程 300km のミサイル供与。米国のバイデン大統領は24日、上下両院で可決されたウクライナへの約610億ドル、約9兆5000億円の支援を含む追加予算案に署名し、予算は成立した。これを受け、米政府は24日、総額10億ドルのウクライナ向け軍事支援パッケージを発表した。過去最長となる射程 300km のチーター1ミサイルを供与していたことも公表した。バイデン氏は署名後にホワイトハウスで演説し、ウクライナを支援するのは、プーチンが米国や欧州を戦争に巻き込もうとするのを阻止するためだ。我々は同盟国から離れない。独裁者には屈しないと強調した。今回の軍事支援は、
ウクライナ軍に不足が目立つ弾薬や市街地などをミサイル攻撃から守る防空システム、装甲車両、対戦車兵器などが中心となる。バイデン氏は演説で数時間後に装備を送り始めると述べた。数日後にはウクライナに引き渡される見通しだ。一方、ジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官は24日の記者会見で、射程 300km の長射程地対地ミサイル ATACMS の供与を3月に開始していたことを初めて明らかにした。ニューヨークタイムズ紙など米メディアはウクライナ軍が先週南部クリミアのロシア空軍基地などへの攻撃に使ったと報じた。長射程ミサイルの供与には米政府内で慎重論もあり、これまでは旧式の射程 165km の ATACMS の供与に留めていた。サリバン氏は長射程の ATACMS 供与に関し、ロシア軍が北朝鮮製の弾道ミサイルをウクライナに使用したことへの対抗措置だと指摘し、このタイミングで供与を始めるのが適当だと強調した。ウクライナが米国に対し、ロシア領内の攻撃に使用しないと確約したとも明らかにした。